はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88の太鼓理士伝やってきました。88じゃない、88に太鼓理士伝ない、太鼓理士伝やってきた5ね、やっていきたいと思います。いやー、ことのほかすごかったので、前回ね、あそこまでと思わなかったので、表情の前行きましょう。多分ね、人事昇進お、できんの、おー、はい、あなたは、あ、まだ下だったんだね。一番下だったんだね。足軽組頭だったんだね。はい。で、指名伝達しましょう。あ、皆さん帰ってきたんだね。みっちゃん、あ、みっちゃんはいたんだ。こうなったらね、次は軍備優先で。ね。ちょっとね、彼らにすいませんでしたと言わさないといけないね。みっちゃん、軍備が一番上なんだね。あ、ちょっと待って。今私思ったの。ちょっとお茶会でもやってる方がいいんじゃないのかなと。少しでも上げてる方がね。まあ多分あんまり効果ないと思うんですけど。これで、人事ないよね。これでまた上がる人がいるってちょっと驚きだったんですけど。でも石田のみっちゃんね、軍備高いんですけど、武力と統率がめっちゃ悪いんで、っていう感じなんですよね。あ、石田のみっちゃんが先地なのね。通称は先地って言われてんのね。はい。そう思うとやっぱ高坂さん以下か、連れていくのはね。自動振り分けで、軍備優先でお願いしちゃいましょう。どうなりましたか？ああ、補修ね。ああ、勘兵衛さん。この5人連れていこうかな。4人か。あ、でも補修ね。補修はしてもらった方がいいね。下の5人連れて、4人連れていこうか。下の4人連れていきましょう。正幸さんがいるんでね、勘兵衛さんと正幸さんがいるんで、まず大丈夫だと思うんですけど、はい。ならば、合戦行きましょう。敵はね、ちょっと岐阜城取り返しますよ、もう。はい。あ、家にしちゃった。岐阜城取り返して、はい。で、軍馬8000、兵士は最大かな？あ、最大ですね。で、大筒は何本ありますか？これ大筒10分の1ないといけないんですね。その分の。だから私だったら400。私の部隊をしようとも400いるんで。そう思うと、ちょっとでもこの大筒やりたいですね。そう思うと、米転がして大筒バカほど買ってっていうような感じもいいのかもしれないですね。あ、兵士のあれは見えないんだね。あ、士気見えるわ。あ、士気上がってるでしょ。訓練さ、弱いままですけど。いけるので、援軍は要請しません。はい。もう勝てるとこで勝ちましょう。もう、石山本願寺なんか終わる気がしない。はい、はい、決定しましょう。はい、軍議ね。久しぶりです。備え配置を行いましょう。全備えを、ここにね。で、一気に聞きましょう。戦況は我が方が劣勢となっております。今は交渉で何を提示しても守備が、委任しときましょうね。私以外。はい、で、はい、軍備終了ね。はい、戦闘続行。どういう感じにね、コンピューターをやってくれるのかなと。今、これ何でしたっけ、死守でしたっけが、1個なので、風林火山しても仕方ないですね。縄文破壊、爆破行きましょう。おー、減った、めちゃくちゃ減った。やっぱ死守1人しか、1部隊しかいないので、減り方が違いますね。士気はほぼほぼ満タンなので、まあこれ、もう一回縄文爆破行ったら、1部隊しか来てないんで、落ちるんじゃないですか。落ちなかった。でもね、お味方さんが、いや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 、
いや落としていいんだよもうちゃんと手柄取ってほしいんですけどね、私としては。私たちは手柄取ってほしいので、千成秒弾言っておきましょう。もうここまでだ。ちょっと城門を開けて何してんの。橋場秀様、北条家の軍団が敵の援軍たち岐阜城に迫ってきております。いやもう門抜いてほしいんですけどね、私ね。その門抜くとね、功績入るんで、いや頑張ってほしいんですよ皆さんに。私はなんで抜きにかからないのかな。あ、行った行った、抜けた抜けた、うん、で三の丸来ましたね。でここで、再度縄文爆破ね。また1部隊しか張ってないので結構減るんじゃないのかな。お、減ったね。いや委任しなくてね、一人一人やったらいいんじゃないのというご意見もあると思うんですけど、私めんどくさがりなんですよね。でね、やっぱり光栄さんの委任ってね、今の光栄さんの委任ってすごくいいんで、あ、私が抜いちゃったね私が抜いちゃったし、まったね。じゃあまた千成秒弾でためにかかりましょう。千成秒弾すると何個溜まるんでしょうね。待機したら2つ増えるんですけど、千成秒弾では、あ、でもそんなに増えてない気がするね。今6でしょ。これも千成秒弾して8だったら待機した方がいいかなと思うんですよ。次来て8だったら待機した方がいいと思います。その前に敵が迫ってくるかな。敵援軍がね。あ、いやいや8どころじゃないわめっちゃ増えるわ。あらららら、はい、縄文爆破。あ、でもあんま減らなかったのもあれだからかな。いや千成秒弾ほんとすごいね。でもこれは秀吉さんだけなんですよね、この特技はね。あ、抜いた、本丸まで来ちゃった。これ私がまた持ってっちゃうね。はい、はい、来たね。うん、援軍到着しました。はい、いいですよと。はい、私はこんな状態ですからね。じゃあ特技、あ、いやもうこれ、あ、仕方ないね、待とうか。うん、はい、もう千成秒弾でも仕方がないからね。待機して行動力を上げれたらそれでいいのかなという気は。はい、あ、キャンセルしちゃったんだね。これでいいのか。あ、あららら、で、あ、待機か。ここ使えるんですよね。さあ私が出て、ここでオリンガダン使っちゃいましょう。私早く助けに行かないといけないね。で、ここで千成、おー、千成秒弾だね。うん、本当ね、この南の山から始まるのはね、とんでもないね。ろくなことがないです、この南から始まるのは。ならばこっち行っとこうかな。おお、あの旗印は秀吉殿のもので、あ、私結構ね、ちゃんと皆と仲良くなってるんで。山さんがいますね。はい、お、鉄砲か。これはね、あ、結局こうなんだね。こっち行ってる方がいいかな。はい、この一角を逃がすなと。お、突撃か。はい、で弓で撃って、はい、我が備えは総崩れかと。はい、逃げ出すことは、こちほどは、もう、正幸さんね、ほんとね。
あれ、あのようなものに引きられてへんわ、我はまず生きては帰れまいと。おお、すごい下げたな、ね、まあ、敵さん多分撤退すると思うんでね。で、私はね、この勢いに乗じてですね、さらに連携でいっときましょうか。上杉さんも次行ってやろうかなと思ってんでね。あ、落としました。はい、真田信忠さんね。はい、秋葉突撃ね。花房正成さん、やっぱ牙の突撃って強いですよね。はい、あの鉄砲隊なんとかしたいですね。はい、回復を行う。持てる力を回復。何を回復したんだろうね。あ、状態回復かな。だらば私はもうここまで行っちゃったら一斉攻撃、一斉しなくてもいい気もするね。連携でいい気がする。おや、連携がない。あ、上か。うん、連携で行っときましょうか。多分連携で落ちる気がします。よいしょ、ほいね。これ落ちましたよね。この骨折忘れなぞと。うん、おお、また突撃だね。うん、我ら負けておれぬと。足軽の機能を極めました。足軽の連達者。おお、弓隊前で言うと我らは弓の肉たっぷり味わわせてやれと。おお、おお、おら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 と。カンペさん、カゴ好きだね。まあ、おかげで助かりますけど。おお、で、また突撃。あ、一平たりとも流すな。波状攻撃をかけるぞと。これね、私、コンピューターにお任せっきりなんですけど、例えば、真田、今、真田広之さんで言うのでもあるけど、真田広之さんは俳優だよね。真田、大阪の陣で活躍した人でしたっけ。あの人の馬すごいんでしたっけ。あ、真田丸か、あれは。あれは守りの方だっけ。あ、ちょっとごめんなさいね。うん、だからその辺をね、なんかちゃんとね、馬が得意な人はちゃんと馬つけてくれてるんだって勝手に思い込んでるんですけど、このシステムがね、思い込んでるんですけども、どうなんでしょうね。さあ、もうこれは落ちたに等しいでしょう。意見聞きましょう。本丸はまだまだ持ちこたえそうですか。その辺の配置しましょうね。これ初めてこのゲームやったらね、ここに設置しちゃうよね、普通ね。で、何していいか分かんなくなっちゃうもんね。その辺がちょっと、っていう感じもするんですけどね。委任前備えと、はい。で、意見聞いたら、うん、敵の士気はまだまだ旺盛ですか。え、我々の士気旺盛ね。本丸しか攻められるもんはありませんと。はい、戦闘続行でいきましょう。ねえ、敵の援軍退けて士気待ったの増え上がりますからね。で、ここは縄文爆破ね。はい、お、減った減った。で、ここを取ってもここはコンピューターになるんですよね。ノブリンの土地になるんで、私の土地にはならないんで、岐阜城。それはそれでいいんですよ。まあ、要は敵の勢力と私の土地が、私の土地が前線になってるのがね、今だから、姫路城の方はまだいいんですよ。目的が前線というのがね、目的と接してるというのはいいんですけど、目的外の勢力と私の土地が 接するのがちょっとね、ちょっと気持ち的に嫌だなっていう感じなので。はい、さあ、本丸誰が落とすんだ、うちの味方。この分じゃ落ちないかな、私が取っちゃうのかな。一応ね、千成秒短で様子見ましょう。お、ロロロロ、アイスになる秒間でね、みんなみんな全然城を攻めないんでいや、もう私が落とすのこれ。あ、普通に言っときましょうか、強襲。はい、あ、落とした落とした、よかった。はい、佐竹さんが落としたんだね。あ、でも私の方が上か。あー、そうなるわね。はい、大義であったと。
はい、廃材兵が城下で略奪としているものです。岐阜城、住民安定、これは私のところじゃないからね。で、次、合戦目標を入れましょう。さあ、どこ、ここ行きましょう。もう北の城、北の省城を落としましょう。あんまり銃弾にでも来るからね。はい、行っちゃいましょう。兵は、まあ、こんなもんで十分だね。はい。はい、軍備を行いましょう。まず委任ですね。全備えで私だけで金聞きましょう。兵糧は十分にありますので、特に兵糧の心配はないかと。じゃあね、備え配置、全備えを早くあれ欲しいね、王術が。はい、はい、戦闘続行ね。あー、時間よくなっちゃった、時間よくなっちゃったね。ちょっと、おー、死守が4部隊も来たか。というわけで、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。